リードバックは、ウシカリードバック属に分類される、グーテールイ。アンゴラ、ガボン、コンゴ民主共和国、ザンビア、ジンバブエ、スワジランド、タンザニア南部、ナミビア、ボツワナ、マラウイ、南アフリカ共和国、モザンビーク体長120から160センチメートル。おな18から30センチメートル。肩高65から105センチメートル。 体重50から 95kg。リードバック属最大種。背面の毛衣は肺褐色で、頭部や頸部は高褐色味を帯びる。磁界の下部、目の周囲、唇、喉、胴体覆面の毛衣は白い。粉炭にある体毛で覆われない板状の皮膚は盛り上がり、鼻孔よりも前方に突出する。第2、鋼指跡のひずめは融合しない。 公式部内側に左右に一つずつ終戦がある。オスは喉に、三日月状に、開白色の反門が入る。またオスにのみ先端が、髪型外側へ向かう角がある。角長25から46センチメートル。角の表面には10から15個の節がある。反乱源などに生息する。夜行性。単独やペア、メスと幼獣からなる、家族群を形成し生活する。 オスは縄張り内に別のオスが近づくと喉の反問を見せて威嚇する。植生は植物食で草などを食べる。繁殖形態は耐性。一回に一頭の幼獣を生む。ありがとうございます。